2020年4月のさそり座さんのメッセージをお伝えします。さそり座さんはですね、この3月の末から4月っていうのは少しエネルギーちょっと下がりやすい時なんですね。そんなにこうすごいエネルギーが高まってるよっていうよりは、どちらかというと日が沈んで夕暮れみたいな、そういうそんな感じの1ヶ月なんですね。ですからあまり焦らず、こう気持ちどっちかというとゆっくりめで、少しずつ自分の体力とか体調とか日常生活を戻していくっていうぐらいの感覚がいいかと思います。例えばなんか旅行行った後とかもどうですか、こう楽しかったって言って帰ってきた次の日ぐらいちょっとゆっくりしたいじゃないですか。そんな感じの時なんですよ。こう帰ってきて遊んで帰ってきた翌日みたいな感じの1ヶ月なんですね。なので、まあ今までよくやったなとか楽しかったなとかってこう振り返るっていうのもいいですし、またはちょっといつもと違う行動をとった時間とか、起きる時間とかもそうだしね、移動で揺られるとかもそうですし、そういう自分を整える、日常生活を整えるっていうのにいい時なんですね。そしてですね、3月の22日から、土星が水瓶座に入るということで、さそり座さんにとっては家の中のこと、家族の形態、なんかそういうことに変化が起こってきやすいですね。例えば若い人でしたら家を出て一人暮らしするとか、それだけこう自分に責任を持って家のことをしなきゃいけないっていうこともありますし、または少し年を召された方でしたら、ご自身の親、両親のことを自分が見なきゃいけない、自分が今まで親に頼っていた立場だとしたら自分が見なきゃいけないようになるとか、何かこう家族としての責任とか在り方とか形っていうものがちょうどクローズアップしてくる。これは来年からなんですけども、本格的にはその前にこの3月の末ぐらいからちょっと予告編みたいなのがあるので、なんかいきなりそういうことが起こってわあどうしようっていうわけではなくて、今年の春からすでに来年の準備をしていく。じゃあ実際に例えば一人暮らしするのも全然何もできないから料理勉強しようかなとかっていうのもありですし、例えばいきなりそのなんかご両親のどちらかがね、なんか介護が必要になっていった時に、いや私できませんってなった時に、じゃあどういう形で携わるかっていうことを試行錯誤しながら探っていくとか、そういうのもありますし、ちょっとね、今月はですけど、この時期はちょっと気持ちがすさみやすいので、荒れないでください。波ってあるじゃないですか。今はどっちかというとはーってこうなりやすい時なんですね。なのでその中でもうこれダメなんだとかではなく、この中でこれを踏まえてやっていかなきゃいけないんだなっていうふうに、こう自分の精神や心を整えて、その中で私にとって、自分にとっての日常ってどうなのって、やっぱり私は働きたいんだと、仕事を辞めて介護はしたくないんだとかですね、これだったらできるとかっていうふうに日常生活を調整していく、そのお試しっていうんですか、そういうのがいい時なんです。で、そうやって日常生活を試しながら自分も無理なくできるかどうかとか、自分の体もケアしていくっていうような、そこに光が当たってるんですね。この時期のさそり座さんは気をつけることとすれば、目の前のことをコツコツする、焦らずに日常をどれだけスムーズにこなせるかっていうことが大事だと思います。はい、ありがとうございました。